貸付利息収入の定義ベトナムの通達では貸付利息収入は担保や利息の有無にかかわらずあらゆる借り入れから生じる収入と定義されていますこの規定はベトナム企業が外国の銀行など外国組織と借り入れ契約を結んだ場合借り入れの利息が外国契約者税の課税対象になります。 債務免除の場合の収入の取り扱いもし外国の貸し手がベトナム企業に対して借り入れ利息を免除した場合その外国の貸し手はその利息収入を得ていませんこの場合通常の利息収入とは異なる処理が必要となります外国契約者税の取り扱いに関するガイダンス2024年8月15日 ベトナム税務総局はロンアン省税務局に対して債務免除に関する外国契約者税の取り扱いについてガイダンスを示すためオフィシャルレターを発行しましたこのガイダンスにより外国契約者税の申告や納税の義務が免除されるケースが明確されましたベトナム企業の会計処理債務免除された借入れ利息に対して 外国契約者税の深刻納税のの納必要はありませんしかし会計上ではその債務免除分をその他の収入として計上し法人税の課税所得へ参入が必要ですこれにより適切な会計処理を行うことが求められていますこのチャンネルではベトナムのニュースを発信しています チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。